木川はますます混乱状態に陥るのではないかと思う。操縦士たちの特別訓練は全うした。あとは実戦を待つのみだ。急攻撃を仕掛ければ敵は抵抗しないでしょう。敵側が傍受するように我々の攻撃目的地、候補地、ハワイ島も含めて暗号伝聞で発信するよう命令してくれ。そうすれば敵側はますますもって混乱状態に陥ると思う。明暗だ。賢明ですね。